ウォーターメロンリシア電気石、またはエルバイトはナトリウム、リチウム、アルミニウム、放火ケースを含む鉱物の一種であり、電気石グループに属する。リチア電気石とも表記する。クド電気石、リディコート電気石、鉄電気石の三つから構成される。そのため、理想的な組成式を有する結晶は天然には発見されていない。リシア電気石は色の深さや 結晶の品質の多様性に富むことから理想的なトルマリン宝石である。特に緑色のものはブラジルエメラルドとして知られる。最初に発見されたのはイタリアのエルバ島であり1913年のことであった。それ以来世界各地で発見されている。主産地は1994年に発見されたカナダユ有根ン巡州の王グレービー・レイクスである。日本国内では 茨城県、岩手県、福岡県の3ヶ所で発見されている。リシア電気石は、カ、ナリーワや変成岩の鉱脈で、加工岩質ペグマタイトンの中に、クレナイウも、微射、カリ石、リシア奇石とともに複製分鉱物として産する。特に大規模な熱水交代交渉における、モリブ電工や、鈴石とともに、変岩中に、クレナイ中石や、 黒くも母がある状態で試算する。ありがとうございます。